4大会計事務所、または4大監査事務所とは、世界的に展開する以下の4つの大規模な会計事務所内しそのグループを言う。文脈によっては、単にビッグ4という。これらの会計事務所は、世界の主要な証券取引所に上場する、巨大企業と呼ばれる、大規模な企業、または、非常上ではあるが取り扱うサービス内容の、マーケットシェアや独自性が高く、 比較的規模が大きいといった企業のほぼ全てを顧客とし、会計、監査、税務、コンサルティングといったプロフェッショナルサービスを提供している。世界各国の主要会計事務所と提携して国際的活動の拠点としている。通常、世界各地では国内向けサービスを国際ファーム名と同一またはリンクした名称を用いて提供し、 グローバルサービスを国際ファーム名で提供するのが一般的である。日本においては長らく海外ファームの名称と監査法人の名称がリンクしていなかったが近年では PWC 新た、PWC 京都新日本のように海外ファームの名称を関するよう解消する例が相次いでいる。日本国外においてもトルコやイスラエル、フィリピンなどでは 現地ファームの名称が一般的である。1970年代には八大会計事務所が存在していたが、訴訟事件等が多く、財務的にも規模の拡大が求められるようになったことから、大手同士の合併が行われ、ビッグ5となった。唯一合併せずに規模を拡大していたビッグ5の一角アーサー・アンダーセンは、 円論の会計不正事件に関与したとされたために解散を余儀なくされ、現在は4大会計事務所となっている。1990年代に KPMG とアーンストヤングとの間に合併の機運が盛り上がったが、欧州当局が市場河川を理由に合併を承諾しないとしたため、ビッグ4は同時にラスト4と言われ、これ以上の合併は起こり得ないと考えるのが、 一般的である。いずれも長い歴史と伝統を誇り、長年培われた、独自のノウハウや所属する公認会計士等全般に、わたり、他の中小会計事務所の追随を許さぬ高い質を持つとされ、世界の巨大企業や投資家から一定の信用を獲得してきた。1989年までの八大会計事務所は、以下の通りであり、 いずれも19世紀から20世紀初頭にかけて、イギリスやアメリカで成立した、会見士事務所を元にしていた。アーサー・アンダーセン、アーサー・ヤング・クーパー・アース・ライブランド・アーンスト・ウィニー、1979年に、アメリカのアーンスト・アンーンストとイギリスの、ウィニー・マレーが合併して成立、デロイト・ハスキン・セルズ、1978年に、 アメリカのハスキンセルズとイギリスのデロイト・プレンダー、グリフィスが合併して成立。ピート・マーウィック、ミッチェル、後のピート・マーウィック・プライス・ウォーターハウス投手ロス1987年には、このうちのピート・マーウィックが、欧州の KMG と合併し、KPMG と名称を改めている。 これは、大手ファーム同士の合併の引き金となった。1989年6月に、アーンストウィニーとアーサー・ヤングが合併し、アーンストヤングが成立し、8月には、デロイト・ハスキンセルズと、投手ロスが合併しデロイト投手が成立、ビッグ8はビッグ6に集約された。さらに1998年7月には、クーパース ライブランドとプライスウォーターハウスが合併して、プライスウーターハウスクーパースとなり、ビッグ6はビッグ5となった。2002年のアーサー・アンダーセン消滅でビッグ4、体制となっている。4大会計事務所の河川状態になっていることを問題視する意見もあり、イギリスでは2018年の建設会社カリリオンの経営破綻をきっかけに競争。 市場庁が4大会計事務所の河川状態を見直すよう求めている。2011年日本の3大監査法人の売上高日本では1968年の山陽特殊工事件を契機に監査法人制度が法制化され、数多の中小監査法人が合併を繰り返してきた独自の業界背景を持っている。以前は監査法人と企業とが密接な関係にあり、 監査法人自体でなく監査担当の会計士との信頼関係に基づいた監査契約が締結されていた。このような背景もあり、世界4大会計事務所は直接日本法人を設立することはせず、既存の日本の監査法人と業務提携を行うことを基本戦略としていた。その一方で、以下の監査法人は外資系監査法人として活動していた。 ここで言う外資系監査法人とは国際会計事務所が主導して日本国内に設立した監査事務所のことを指す。外資系企業のように社員の持ち分を外国人、外国法人が支配しているという意味ではない。2020年時点におけるグローバルネットワークの業務収入は以下の通り。ありがとうございます。